はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、ファスティングにご興味があるあなたにですね、ファスティングに関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、ファスティング準備食中に起こる頭痛の原因はこれというお話をさせていただければと思います。はい、私がですね、ファスティングサポートをさせていただく中でですね、よく起こることなんですけども、ファスティングの、準備食中ですね、準備食中にすでに頭痛が起こってしまって、これはもう好転反応なんですか、デトックスが起こっているんですかっていうのですね、質問ってよくいただくんですね。はい、それに対してのお答えという形で、お話しさせていただければと思います。はい、まずお答えからさせていただくと、これはまだですね、デトックスは起こっていません。はい、デトックスは起こっていません。デトックスが起こるっていうのはファスティングの3日目からになりますから、ファスティングの3日目で脂肪燃焼が起こって、それで脂肪の中にですね、脂肪の中にこう溶け込んでいた、悪いものですね、重金属だったり石油来の添加物とか農薬っていうのが、血液中に一時的に放出されますから、それによって頭痛が起こってしまう。そういう時はどんどん水分を取ってですね、こう尿で排出していきましょうっていうようなお話をしていくんですけども、準備食中に起こる頭痛っていうのはまだまだ好転反応とかじゃないですので、これを勘違いしないでください。でかつファスティングの1日目2日目に起こる頭痛っていうのもまた違うんですね。これも、いわゆるその低ナトリウム血症によって起こる頭痛です。普段塩分を取りすぎな方が多いんですけど、普段塩分取りすぎな方っていうのは体がこう塩分を出そうとしますから、ファスティング中もその習慣で出しちゃうんですね。でファスティング中っていうのは、無駄な塩分取らないですから、塩分がこう出すぎちゃうことによって、低ナトリウム血症といって血管がこう広がってしまってですね、頭痛が起こってしまう。そういう時は少し塩分を取ってくださいっていうような指導させていただいたりとかします。はい、で本題に戻るんですけども、ファスティングの準備食中っていうのは低ナトリウム血症も起こらないですし、かつ脂肪燃焼もまだ起こってないですから、好転反応の頭痛ではないんですけども、これは何かっていうとですね、ほぼほぼこれです。はい、カフェインですね。はい、カフェインの虚脱症状による頭痛っていうことが、ほぼです。はい、ほぼです。はい、やはりですね、私もファスティングの準備食中に頭痛が起こってしまう方はですね、やっぱりその時に皆さんですね、お伺いするんですけども、その前のカウンセリングでもお伺いするんですけど、やっぱりカフェインをよく取られる方、分かりやすく言うとコーヒーをですね、1日ほんと3杯も4杯も5杯も飲んでしまう方だったりとか、あと、お茶とかもそうですよね、お茶とか紅茶とか、あとは、エナジードリンク、はい、エナジードリンク系ですね、はい、なんとかデーだったりとかですね、はい、なんとかモンスターだったりとかですね、はい、なんとかブルだったりとか、そういったものを取る方だったりとか、あと注意していただきたいのは、風邪薬とか頭痛薬とか、ああいったものにもカフェイン結構含まれていますから、カフェイン中毒になっちゃってるんですよ。でカフェインを取ることによって交感神経優位になって血管がギュッとこう締まりますから、それによってこうやる気が出たりとか疲労が回復したり、しているように感じるんですけども、それをですね、カフェインをこう常に取っている方っていうのはカフェインの虚脱症状っていうのが出るんですね。はい、ファスティングの準備食はカフェインを取らないようにしていただきますから、カフェインが虚脱することによって、要はカフェインをこう出そうっていうふうにするときに血管がこう広がるんですね。血管が広がることによって、頭痛が起こってしまうんですね。でそこでまたカフェイン取れば収まるんですけども、そしたら意味ないじゃないですか。なので準備食の1日目2日目とかでですね、頭痛が出る方っていうのはもうほぼほぼこのカフェインです。カフェイン中毒です。はい、なので、対策としてはもうどんどん水分を取ってですね、もう尿で出してくださいっていうふうに指導しています。はい、で実際ですね、カフェイン、カフェインを常に取られる方でも、早ければ2日、遅くとも4日でですね、カフェインすべて出すことできるっていうふうに言われています。はい、なので、カフェインをこう常に取られる方は、私のおすすめとして、準備食中にもう頭痛が起こってしまって、結構やる気がこう下がってしまいますから、なので大体1週間前くらいから、カフェインを抜くような作業をしていただくといいのかなというふうに思っています。はい、本当にお水を飲んでいただいたり、私がおすすめするのはルイボスティーですね。ルイボスティーって結構香りが強いので、コーヒーとか、香りがいいから飲んでる方とかもいらっしゃるので、ルイボスティーってノンカフェインで香りも強いので、結構コーヒーの代わりに飲むのに適しているのかなっていうことと、デトックスするための、亜鉛とかマグネシウムっていうのも豊富に含まれているので、私はルイボスティーを準備食の前から、もう1週間前くらいからカフェインを取るコーヒーとかの代わりにルイボスティーどんどん取ってくださいっていうふうに指導させていただくケースが多いですね。はい、
であとですね、よく質問いただくのは尿でデトックスできるんですかみたいな、そんな簡単に出るんですかみたいな、尿で悪いもの出るんですかみたいな質問もよくいただくんですけど、出ます。はい、まあ、その証拠にですね、覚醒剤って尿検査で出ますよね。要は覚醒剤も出しちゃうんですよ。覚醒剤も出すくらいですから、尿っていうのはそれだけ、要はデトックスを、デトックス力があるっていうことですね。まあ、大体 70% くらいが便で、20% くらいが尿で、残りの 10% は肌とか、まあ、髪とか爪とか、はい、そういったもので出してるっていうふうに言われていますけども、なので尿っていうのは 20% くらいデトックス、体の要は解毒に関与しているんですね。はい、そんな形でですね、ファスティングの準備食中に起こる頭痛っていうのはほぼほぼカフェインの虚脱症状ですから、カフェイン取られる方は1週間前くらいからルイボスティー取っていただくっていうことをおすすめします。はい、大体2日から4日くらいかかりますから、頭痛起こったらそこでまたカフェイン取っちゃったら意味ないですから、で頭痛薬とか取っても意味ないですよね。なので普段ですね、頭痛が結構恒常的に起こる方はもしかしたらこのカフェイン中毒かもしれないですから、試してみてください。ルイボスティーちょっとですね、まあ、本当2日か4日くらい取っていただいて、長ければ1週間くらいして頭痛の癖が収まるんだったら、それあなたカフェインに依存しちゃってますからね。はい、カフェインに元気になろうとしてますから、もっとですね、本質的に疲労回復していただく必要があるのかなというふうに思っています。はい、そういったところですね、まあ、おすすめのルイボスティー下にリンク貼っておきますので、もしご興味があれば見ていただければと思います。はい、ご質問とあればですね、下にホームページのリンク貼っておきますので、ご質問ください。また今後もですね、健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、では本日はですね、これで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。